はい、始まりました。こんにちは、起立気をつけ月のミトです。よろしくお願いします。本日は VTuber メイドラミエ始めていきたいなっていうふうに思います。はい、まあね、本日VTuber メイドラミエって画面の中から出てきてしまったバーチャル YouTuber のメイドの天使の天塚ラミエちゃんと一緒に同棲していくっていうね話になっております。前回までの続きなんですけれども、はい、ラミエちゃんっていうね、女の子がとなんかちょっといい感じになって、で、ラミエちゃんおそらく、まあ、今までお付き合いした経験とかないかと思うんですけれども、なぜかファーストキスで舌を入れてくるという暴挙に出たというねあらすじになっております。じゃちょっとねコンティニューしていきたいなっていうふうに思います。はい、はじめまして、ラミエです。今日もいっぱい頑張るのでよろしくお願いいたします。おー、素晴らしいですね。気概が伝わってきますね。オフ会イベントの日の以来、アルバイトの子たちやお店の常連さんの間でラミエのことが話題になっていた。次はいつ店に来るのか、これからお店の従業員として働くことになるのか、みんなの関心がものすごい。そのことをラミエに話すと、お、友達ができて嬉しいですとか、もしよろしかったら、あ、しばらくお店のお手伝いをしましょうか。大助かりですね。てか V だっけ、ラミエちゃん。あ、バーチャル YouTuber ですよ、ラミエちゃんは。もちろん最初は断ったけど、結局言葉に甘える形で流されてしまった。今では従業員の一人みたいな形で2日に1回というペースで私と一緒にお店に顔を出してくれている。あ、すごいね、ありがたいね。4号店の更衣室はどこでしょうか。4号店は更衣室がないんだよね。5号店の中で一番狭い店舗だから、みんなトイレで着替えてるの。そうだったんですね。それじゃお手洗いをお借りします。あ、どうぞお借りしてください。ラミエちゃん、ちょっと待って。はい、一緒に着替えよう。あ、え、あ、そういう彼女の表情は一見すると爽やかなものだったが、その顔の裏から邪悪なオーラがにじめ出ている。なんか流れ変わりましたね。トイレで何をする気ですか、これ。一緒に着替えるって、もう着替えてらっしゃるじゃないですか。どういう流れこれ。いいからいいから、ほら一緒にトイレ行こう。え、はい、あ、いえ、え、で、店長さん、まずい、やばいですこれは。ラミエが私に助けを求めてくる、仕方ない。え、ちょっとやめてください、あんまりラミエを困らせないでやってくれ。そう言って彼女の肩に手を置こうとしたけれど、寸前のところでその手は振り払われる。女は度胸、何でもやってみるもんよって。触らないでください、セクハラで訴えますよ店長。え、いやいやいや、セクハラって。ちょっと殿下の宝刀。私が慌ててる間に彼女はラミエを羽交い締めにして一緒にトイレに入ってしまう。嘘でしょ。うわー、すっごい、何このおっぱい、でかすぎ。よくないですよ本当に。同性だから許されるとでも思ってるんですか。同性だからダメなこともあるんですよ。いやダメです、そんな触り方。ちょっとなんか持っていき方雑すぎひんこれ。カップ数いくつだろう。え、ちょ、マジ大きすぎだって。見ないでください、恥ずかしい。なんなんこの。ダメ、あ、ちょっと、いや、おい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 、始まってきたぞ。待ってください、そこはダメです、本当に。もしかしてまだ誰にも、長くないこのくだり、もしかしてまだ誰にも触られたことない。てっきり店長にエロいことモリモリされてるのかと思ってた。んなことしてないよ、どういう認識をされてるんだ私は。ねえ、店長とはどこまで行ってるの。はい、どうしてそこで店長さんの話が出てくるんですか。朝比奈未来みたいなスピリット持ってますね。一緒に住んでるって噂だし、しかも二人きりの時はご主人様って言わされてるんでしょ。そういう噂も立つは立つよね。 VTuber 天使天塚ラミエのファンはみんなご主人様って呼ばれてる。決して私が言わせているわけではない。てかラミエちゃんは登録者数100万人いるはずなんだけど、あんまり認識行き渡ってないのは何なんだ。ほら、洗いざらい喋っちゃいなさい。いや、ダメ。店長さん、年齢制限 RTA 会って本当ですか。皆さん、この放送には年齢制限がつく予感がします。ほら、もうその辺にしておくんだ、開店時間だぞ。そう言うと着替え終わったラミエと一緒に
トイレから出てきてくれた。店長さん、もう本当に何なんですか今の展開は。瞳をうるうるさせているラミエと満足そうな笑みを浮かべているアルバイトの女の子。眼福眼福、バイトをサボってラミエちゃんと二人きりでどこかに行きたいどこかに行きたいって何なんだ二人きりでどこかに行きたい。僕だって店を休んでラミエと二人でゆっくりしたいよ。喉まで出かかったその言葉をなんとかこらえて彼女に店の看板を出してくるように促した。そうですね、いろいろ触られてしまいました。おい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 、マジで本当に勘弁してくださいよ。毎秒お礼を言ってても足りないくらいだよ。私はラメに助けられてばっかりだ。今までご主人様が無理をしすぎていただけですよ。そんな、ラメの微笑みが愛おしい。このままずっと私のそばにいてほしい。なるほど、なにこれ、なるほど、君か、うちの新米ちゃんをたぶらかしているのは。なにこれは。不意に背後から声をかけられた。声のした方を振り返る。夜の闇の中で真っ暗な、なんて読むのこれ、に身を包んでいる女がそこにいた。あ、待ってください、これはもしかするとラミエちゃん。そう、なにこれ。ラミエの表情がこわばっている。こんなラミエは今まで一緒にいて見たことがない。あ、もしかしてラミエちゃんの電子の世界というか、なんだっけ、神様に使える天使なんだっけ、神様的ななんかがいるとか。目の前にいるこの女がただ者ではないことを表してる。そんな彼女は私に向かって手を振ってきた。神様じゃんこれ。ハロー人間、幸せなところ水を差すようでごめんね。闇に輝く白装束、その姿は目立っているはずなのに、なぜか周りを歩く他の人間たちは彼女に耳を気もしない。誰ですか。ダメです、ご主人様。え、ラメがこんなに怯えているんだ。ただの人間とは思えない。ああ違う違う、私はそもそも人間じゃないの。私は神に仕える者、側近の一人。君たち人間の言葉で分かりやすく使えると大天使ってことになるのかな。めんどくさいから単刀直入に言うね。私はそこにいる新米ちゃんを連れ戻しに来たの。ラミエを連れ戻しに。私のそばからラミエがいなくなる。すいません、キリスト教徒じゃないんでそういう派閥とか関係ないからねこれね。そんなの嫌だ、せっかくラミエと打ち解けてきたんだ、ここでお別れなんて。私あんまり待つことが得意じゃないんだ、多少強引でも構わないかなって思ってるくらい。やめてください、大天使様。私なら言う通りに従いますから、彼に手を出すことだけは。連れ戻されそうになっちゃいますね。何言ってんだラミエ。ご主人様は喋らないでください。なんだよその言い方は。自分の問題だから私に口を挟まれたくないっていうのか。私の問題は必ずしも自分で解決しなければいけないってわけじゃないって言ってくれたな。そうですよ、一緒に生きていこうって言ったやんけ。君に話しておくべきことがある。え、私させない、ご主人様は私が。僕を守るように立ちふさがろうとしたラミエだったが、早とちりしないで、私は彼と話をするだけだから。え、ラミエに何を、私のラミエに何をしたんですか。手をかざした瞬間ラミエは地面に膝をついた。ラミエ、心配しないで、ちょっと拘束させてもらっただけだから、あなたと話をするためにね。これバーチャル YouTuber っていう元より設定だったから話をするだって。どっから話そうかしら。あ、そうそう、新米ちゃんに天使への昇格を告げたの実は私なんだ。あなたが。でもその子は私に心を読ませようとしなかった。思い詰めた表情で心の奥を固く閉ざしていたのよ。ラミエが。今の明るいラミエからすると全く想像がつかない。天使に昇格するとき、私今の自分に心残りがある子も珍しくないから、私はしばらく様子を見ることにしたの。そしたら天界に来る前に人間界に寄り道して気配を完全に遮断して隠れちゃうじゃない。あ、帰りたくなかったんだラミエも。じゃあもう余計に連れ戻さないでくださいよ。とりあえず今更こんなことを言う、今更なことを言うんだけど、私たち天使がこうして人間に直接干渉するのは禁止されてるの。え、だって強大な力を持つ私たちが万が一人間を利用しようだなんて考えたりしたら大変でしょ。そんなことになったら地上世界がめちゃくちゃになっちゃうから、だからめんどくさいけど直接会わずに人間を導くの。あ、じゃあ本来会っちゃいけないみたいな。なんでバーチャル YouTuber やってたの。言われてみれば納得だ。天使もいろいろ規則が厳しいんだなとぼんやり考えていると。今納得したでしょ。あ、はい、しました。
じゃあさ、あんたのそばにうちの新米ちゃんがいるってことがどれぐらい危険なことなのか分かってくれた？あ、ま、VTuber はモニター越しだからいいっていうことなのかな。私は思わずそばにいるラミエのことを見つめた。そうだ、ラミエはもう天使に昇格したと言っていた。彼女は天使の力を有している。天界の観測だとそれはご法度。こうして大天使にあたる天使が直々に迎えに来るのもうなずける。ご主人様。ラミエだぞ。待ってください、ラミエは危険な子じゃないんです。みんなのために一生懸命頑張ってて、いつも誰かのことを考えてて、危ないことをするような子じゃないんです。だから、いやーちょっと厳しいんじゃないの、話が通じる相手では。そんなの許されるわけがない。でも私は分かった。え、あ、分かってくれた？なになに、目の前の大天使様は満面の笑みを浮かべながら呆然としている私の肩をバシバシ叩いてきた。永遠に待つのは無理だけど少しなら待ってあげる。本当にいいんですか？特別だよ、待つのが嫌いな私が待ってあげるって言ってるんだから、あんたはその間にやるべきことをやりなさい。やるべきこと？あ、はい、分かりました。じゃあ今すぐパッチ買ってくるんで。いずれ新米ちゃんは私の元から離れてて、あんたの元から離れてくの。だから最後に旅行にでも行けばいいんじゃない。急になんかすごい人並みなこと言い出してびっくりしちゃった。こういうのを人間の言葉で思い出作りって言うんだっけ。でもその思い出を作ったらラミエと離れなくてはいけなくなる。そう思うと楽しみだとは言えなかった。どうするかはあんたの自由、それに関して私は口出ししない。でも一つだけ忠告しておくわ。忠告というと？今の時点で新米ちゃんは神の意志に逆らっているの。もしこれ以上望むんなら新米ちゃんはこの世から存在ごと消されちゃうかもね。そんなのは嫌だ。でもラミエと離れ離れになるのも苦しい。そのことをしっかり考えることね。私の言いたいことはそれだけ。じゃあね。ラミエが一緒にいてくれて今まで本当に楽しかった。毎日が明るい色に彩られて飽きることがなかった。きっとそれはラミエも同じ気持ちだ。だからこそラミエは私の手を握りしめてこう言ってきた。私はまだご主人様と。そうですよね。その先はの言葉は天使として絶対言ってはいけない。ラミエは勇気を振り絞ってギリギリのところまで行って気持ちを表現してくれた。私なんかよりもずっと素直で強い女の子だ。私は自分が情けない。あ、来ましたね。まあセーブするまでもないけどね、実際のところこれちょっと一回、まあセーブするけど、まあするまでもないっすよね。よし、ラミエにそばにいてほしいというこれでしょ。ラミエ、え、あ、気づいたら私はラミエを抱きしめていた。ご主人様。言葉を言うことができなかった。せめて私の気持ちがラミエに伝わるように心の中で叫ぶ。私の元からラミエが離れていくなんて考えられない。もうご主人様は仕方ないですね。あ、よかった。そういうラミエの声は少し震えていた。本当に本当に仕方ない人です、ラミエ。そうだ、私はラミエがいないとダメな人間なんだ。どんどん腐っていってしまうんだ。ご主人様がちゃんとしっかりできるまでおそばにいます。素晴らしい、これが愛やね。こういうのを日本庭園って言うんですよね。私この目で初めて見ました。うん、風情があるな。眺めてて落ち着きますよ。綺麗ですね。窓の外を見ながらラミエがしみじみつぶやく。私はその横顔を見つめていた。なんだか不思議な感じです、うん、もう一日が終わってしまう。そんな寂しい景色のはずなのに、儚さと同時に美しさを見出しているような。ラミエちゃんなかなか的確な感想を言いますね。始まりがあれば終わりがある。永遠なんてことはありえない。限りがあるからこそそのひとときに美しさが宿るんだと思う。非常に日本的な考えですね。まあ、私とラミエちゃんの関係性みたいだ。まるで私らの関係を述べているかのような気分になった。私らにずっと一緒なんて言葉はありえない。だから今このひとときに美しくあろうと、楽しもうともがいている。そうですね、うん、わびさび。私この前宇津木浩さんの雑談みたいなの聞いたときに、日本人がロリコンなのはなんだっけ、日本人の国の花が桜ですぐに散る儚いものだからっていう、そのなんか根底の
国民意識みたいなのに基づいているんじゃないかっていう話をしてて、なんか桜と結びつけるのはなるほどって思いましたね。私ね、私この貸し切りの露天風呂がいいです。え、ラミエちゃん、それってご主人様と一緒に入りたいです。男湯女湯で別々に入るなんて嫌です。ラミエちゃん、でダメダメダメ、そういうの良くないって。私も別にさ、それを目的として旅行に来てるわけじゃないからさ、私そんなつもりなかったんだけどな。いや、やっぱ別の日、別のあれにしない？お湯なんかあるよね、多分ね、もうちょっとでかい浴場みたいなの。本気なのか？はい、あの予約って今からでも取れるのでしょうか？いや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 、それは聞いてみないとわからないな。一旦小冊子をテーブルに置いて、内線を使ってフロントに電話をかける。確認すると、今清掃中で30分後に利用できるとのことだった。そこでラミエの方を向いて確認する。え？本当に、いいんですか？え？え？僕なんか、だなんて言わないでください。あ、出た。それがなんか地雷ワードっぽいですよね、ラミエちゃんね。私が一緒に入りたいっていうのはご主人様だからです。ご主人様じゃなかったら旅行にも来ていません。ダメでしょうか？ああ、一緒に露天風呂。はい、ここから先は、メンバー限定の配信となります。皆様ぜひね、私のメンバーの方に入会していただいて。で、メンバーがない？いや違うんだ、いろいろ考えてしまって。いろいろとってそれはもしかして？ラミエの顔が一気に赤くなる。間違いなく変なことを考えてしまって恥ずかしがっている顔だ。ご主人様がお望みなら覚悟を決めます。待って、まだそんな覚悟決めなくていいから。じらすね。まだということはお風呂上がりにお部屋で？え？あ、ご主人様がお望みなら覚悟を決めます。あー、なるほどね。頼む YouTube、 もうちょっと持ってくれよ。おっと、しちゃぷんと静かに入水する音が聞こえた。セーフ！セーフ！レフェリー、これどうですか？あ、どうやらセーフの判定が出たようです。そうだったよね。大丈夫、見ないようにする。そうやって露骨に目をそらされるのも嫌です。ちょっとこうするとテキスト読めなくなるんだよね、私。そんなこと言われても、どうすればいいって言うんだ。すぐ隣で密着された状態なんだぞ。間違えて襲ってしまいそうになったらどうするんだよ。実質間違えたとは言わないと思うけど。落ち着け落ち着け。私、いいお湯ですね。あ、しみじみとした声が聞こえてきた。隣でラミエの体がゆったりと脱力しているのを感じる。その気配に当てられて、次第に私の心も穏やかになっていく。露出減ってるの、草。確かにラミエちゃん、普段よりも露出減ってるじゃん。温泉ってこんなに気持ちいいんですね。ああ、そうですね、露天だから開放感もあるしね。あ、景色もすごくいいです。あ、ね、空もすごく綺麗。うん、あ、見てください、ご主人様、あんなに星がいっぱい。時間がもったいない。景色見てる時間もったいない。空見てる時間もったいないよ。もうちょっと焼き付けるべきものあるよね。ご主人様は前よりも上手に笑えるようになりましたね。え、ラミエちゃんその顔かわいい。私が？はい、自分では気づいてないかもしれませんが、うん、最近のご主人様はよく笑っていますよ。え、別にそんなことないと思うけど。そう言われるとそんな気がしてくる。今日なんて観光中はずっと笑顔だったような。ずっとこの顔してた。私ずっともう和菓子の食べ比べしてる時もこれでした。私、ご主人様は一人で背負い込もうとしすぎなんですよ、うん、だからパンクしちゃうんです。うんうんうん、
私は店長だからね。私がしっかりしてないとアルバイトの子たちにも申し訳ないだろ。本当にそう思っているんですか？え、どういうこと？ご主人様は他人を頼るのが怖いだけなんだと思います。あー、刺さるねー、これ。わかる、他人を頼るのが怖いだけなんだと思います。わかるわ。ちょっとね、分業とかしづらいよね、性格上ね。人に頼み事するのって怖いよね。正面から打ちのめされたような感覚になった。もっと周りの人を信じてあげてください。周りを信じる。アルバイトの女の子たちも言ってましたよ。ここ最近のご主人様は前よりも親しみやすいって。確かにアルバイトの子たちみんないい子そうだからね、なんやかんや。私は親しみにくいって思われてたのか。まあでも忙しすぎてさ、コミュニケーションにまで気が回らないんじゃない？親しみにくいとは言ってませんでしたけれど、境界線を感じるって言ってましたよ。境界線は感じさせないとダメじゃない？亡くなったら結構、まあ舐められたりとかもね、するしね。境界線？これ以上はこっちに入ってくるなって言われているような感覚だそうです。そう言われるとラミエが僕の元に来る前はそんな雰囲気を出してたかもしれない。今日だってお店の子たちを信頼しているからこそ旅行ができているわけじゃないですか。なるほど、確かに前まではありえなかったのかもしれないな。こんな感じで誰かを信頼して、ちょっとずつ肩の重荷を分け合って助け合って生きていくのが人間なんだと思います。確かにね、人数が少ないうちはそうしないとダメだよな。仕事が忙しくて膨大な業務をこなしてるうちに大切なことを見失ってしまっていたようだ。私は自分の方が緩むのを感じた。まさかここに来て説教されるとは思わなかったな。天使からのありがたい助言ですよ。大切にしてくださいね。これみんなもさ、刺さる人いるんじゃないですか。心に刻みつけておくよ。ぜひそうしてください。それから私たちはしばらくゆっくりと温泉に浸かり続けた。体がふわりと宙に浮いているようないい心地になってきたところでラミーに提案する。そろそろ上がろっか。そうですね、長湯しすぎてのぼせてしまうのもいけませんし。刺さりすぎて吐きそう。ダイレクトアタックのリスナーいますね、なんか。じゃあ、はい、二人一緒になって立ち上がる。あ、え、あ、これは、あ、ちょっと待ってください。ラミエ、あ、ラミエが足を滑らせて体勢を崩す。とっさにラミエの手を引いて転んでしまわないように手繰り寄せた。私で隠さなきゃ、私で隠さなきゃ、私で隠さなきゃ、私で隠さなきゃ。よし、これで今日の素振り100回は終了と。あとは今後来る嵐に待ち構えるだけですね。行きます。わっ、私びっくりしました。隠さなきゃ。すみません、ありがとうございます、ご主人様。いや、こちらこそありがとうね。ラミエ、タオル。ちょっとね、ごめん、今、私初めて言うんだけど、今ね、私実はね、エニカラスタジオで配信してて、今日。だから、今日、ちょっと事情があって、エニカラスタジオから配信してて、めちゃくちゃ後ろが気になるんだよな、これ。大丈夫かな？なんかさ、私がさ、これ外した時にさ、後ろからカタみたいな音が聞こえた気がして、めちゃくちゃ音に敏感になっちゃった、私。ちょっとテキスト読まないとダメだな。これテキスト読まないとな。ごめんなさい。ちょっとテキスト読まないといけないんで、ちょっとだけ外して。ラミエの体が、ちょっとこれやばい。今のやばいって。これちょっとやばいところしか見てない。ラミエの体があらわになっていた。くそ。テキストが気になる。温泉に入っている。あ、トッキーは湯の中で揺らめいたり、水面の光の反射ではっきりと見えなかったりしたけど、今は違う。そんな、ジレンマ、丸見えだ。
何から何までダイレクトに見えてしまっている。あー、かわいい、この表情。ちょ、見たい、見たいけども。本当にごめん、見るつもりはなかったんだ。わかってます。ご主人様は私を助けてくれただけ。遊園地の的当て。遊園地の、ごめんなさい、私もテキストを見たいし、自分で隠さなきゃもいけないから、遊園地の的当てになっちゃうんです。あのままだと私は転んで怪我をしていたかもしれません。ですからありがとうございます。許してくれるのか。はい、よかったよかったよかった。ラミーに嫌われたかと思ったので、そう言ってもらえると安心できる。ご主人様、はい、今回の件は水に流しますので。あ、はいはい、流しますので。そろそろこっちを見ないでほしいのですが。あ、慌ててラミエに背を向ける。ごめん、私先に上がってるね。あ、ご主人様。あぶねー、危なかった。最初にラミエに会った時はどんなアニメ展開だよと思った。推しのキャラクターが科学の限界を超えて会いに来てくれるなんて、オタクなら誰でも一度は考える妄想だ。でも私の場合はそれは妄想ではなくて現実だった。おはようございます、ご主人様。お帰りなさいませ、ご主人様。もうご主人様ったら。ラミエ、ご主人様。めっちゃ音声バグった今。ご主人様。ラミエ、すごいや、ここ1ヶ月の記憶を思い返すとどの場面にもラミエがいる。ラミエはこんなにも私のそばにいてくれてたんだ。そのことに涙が溢れそうになる。願い事をしなきゃな。自分に言い聞かせるようにぽつりとつぶやく。これはどっちもちょっとありそうだな。でも、これラミエちゃんいなくなって大丈夫なの？この主人公。ダメ、無理でしょ。こんなのさ、一緒にいたいでしょ。こっちだ。私はラミエともっと一緒にいたい。この後に及んでなんて見苦しいんだろうと思う。けれどその気持ちに蓋をすることなんてできなかった。ラミエと一緒に過ごした幸せな記憶を思い返せば思い返すほど離れたくないという思いが強くなってしまう。頭ではラミエを求めてはいけないことは分かってる。けれどその心がその考えを拒絶している。ご主人様がこれからも笑顔を忘れずに過ごしていけますように。ラミエ、どんなお願いをしたんですか？教えるわけないだろ。もうご主人様のケチいいですよーだ。ケチなご主人様には私のお願いも教えてあげません。私が笑顔でいられるようにとか言ってなかったっけ？それは最後のお願いですね。最後？他にもいろいろお願いしたんですよ。本当はずっと一緒にいたいくせに。そんなこと言われるとラミエが何をお願いしたのか知りたくなる。でも私の願い事を話してしまうのはちょっと恥ずかしいし。私はラミエのことについて願い事したよ。結局ほんのちょっとだけバラしてしまうことにした。私のこと？それ以上は言えない。私と一緒ですね。こんなのもう好きじゃん。私のお願い全部ご主人様のことを思って土地神様に捧げました。どういうお願いしたんですか？それは言えませんよ。ご主人様だって教えてくれないじゃないですか。神様、お願いです、助けてください。もしかしてラミエも私と同じ、私とずっと一緒にいたいって思ってくれてるのか？そんなわけあるだろうがよ。何言ってんだよ、何見てたんだよ。お前昨夜ラミエがと何したんだよ、言ってみろ。こらラミエには天使としての大切な使命がある。それを放り投げてまで僕なんかと一緒にいることを選ぶなんて。そんなこと言わないでください。そうだよ、不意にラミエに叱咤される、幻想を見た気がした。いつもは優しいラミエが私に対して唯一怒ったような態度を取る瞬間。昨日の夜、露天風呂に入る時だってそんなことがあったばっかりだ。
どうしても思い出してほしいんです。ご主人様が私を救ってくれた言葉を。なんて言ったんだろう。ラミエは過去にそんなことも言ってた。それが私のそばに来た一番の理由なんだと。私が忘れてしまっているらしい大切な言葉とラミエが怒るのはリンクしてる？じゃあ、思い浮かんだの？教えて。一体何を言ってたの？あー、ラミエが言ってたんだ、私なんかって。私なんかって言っちゃダメだ。元気のない奴が誰かに笑顔を届けられるわけがない、か。なるほど、それをコメントしたんですね。どうしてその言葉を。なるほど、だから、ちょっと、いいね。そっか、ラミエが私に思い出して欲しかった言葉はこれだったんだ。すべてに納得がいった。ラミエがどうして私に対して怒ったような態度を取ったのかも明らかだ。そうだね。そっかそっか、すごく腑に落ちるわ。いい言葉じゃないですか。ラミエがまだ駆け出しの VTuber で、登録者数も再生回数も全然伸びなかった頃のこと。そうですよね。他にいっぱい可愛い子いますもんね。そんな。私なんかの動画なんて見なくても。確かにこれは悲しくなっちゃうよね。でもさ、みんなも多分他にもっといい、面白くって可愛い配信者がいるだろうからさ、私なんかの配信見なくても別に。ねえ、私なんかのチラッチラッチラッ、私なんかの配信見なくてもチラッチラッ。ん？なんか便乗してるやつらばっかりなんだけど、これはあれ、まあ、みんなの液晶の中から出てきませんよ、私そんなこと言ったら。そうだな、じゃあ、ほなまたじゃなくて、すいません、そんなこと言われても視聴者としては面白くないし、逆にその動画のせいで見かける人もいるだろう。あ、まあ確かにね、そういうこともありますよね。なんか、さよみとしてる方々もね、いらっしゃいますけれども。まあ、ツンデレだしな、視聴者な、しゃあねえわ。私もそこで見限ってしまってもよかった。他に面白い企画をしている VTuber はたくさんいるのだ。でもなぜか彼女のことが放っておけなかった、うん、彼女を何とかして励ましてあげたい、そう思って動画のコメント欄に長文を貼り付けたのを覚えている。その長文を締めくくる最後の一文がその言葉だったのだ。ああ、それが響いたんだ、ラミエちゃんに。めちゃくちゃいい話じゃないですか。私なんかって言っちゃダメだ。元気のない奴が誰かに笑顔を届けられるわけがない、と。すいません、コピペやめてもらっていいですかね。テキストからそのままコピペして文章を入れてくんのやめてください。旅行から帰ってきて我が家に足を踏み入れる。いつも通りの見慣れた光景に戻ってきてしまった。これで終わり？私とラミエのハートフルストーリー？ここでゲームやめれば一生ラミエは俺のそばにいるってことだよな。ところでご主人様、何？私から一つ提案があるのですが。何ですか？提案とは？はい、おそらくあと1週間もしないうちに大天使様が私のことを迎えに来ると思います。その言葉に胸が詰まる思いだったが、なんとか飛び込んで平常心を装った。大天使様が迎えに来るまでの間、何？ご主人様に教えておきたいことがあるんです。何？どういうこと？お掃除やお洗濯、お料理を面倒くさく思わない方法というか、長続きするようなコツを教えたいんです。なるほど、それはありがたいね。浪江からの最後の世話焼き、最後まで私のためになることを思ってそんなことを申し出てくれる。これマジでありがたいね。人生がときめくお片付けの魔法を教えてくれるってことだよね。本当に浪江は優しくて強い子だ。ありがとう浪江、教えてくれると助かるよ。またラミエが来る前の生活に戻るのも嫌だし。そうですよね、うん、だって最初にご主人様のお部屋にやってきた時、足の踏み場がありませんでしたし。それは確かに結構汚れてるんだね。そこまでひどくなかっただろう。十分ひどかったですよ。私が雑誌を踏んづけて足を滑らせてしまったのを忘れたんですか？ああ、そんなこともあったかもね。そう、これから1週間ラミエちゃんがこんまりメソッドをね、私に教えてくれるから。ご主人様にいずれ好きな人ができて、はい、お部屋に呼んだ時に。やめて、そういうこと言うの。やめて。格好つかないですよね。黙れ、ラミエ。
二度と言わないでください、そんなこと。いずれ好きな人ができてとか。私に好きな人？おい、あんまり叫ばせないでください。私を今エニカラ事務所にいるんだぞ。目の前にいるラミエを一別して、それから目をそらしじっくりと考えてみる。私の隣にラミエじゃない新しい女の子が並んでいる姿を全く想像できなかった。だらしない人だと思われたら嫌だし、頑張ることにするよ。喉の奥からなんとかひねり出した言葉は同時に私の心をえぐるように控えていった。その気持ちが大事ですよ。なんでそんなこと言わなきゃいけないんだ。いつも通りの明るい様子のラミエが今は憎い。私はこんなにも苦しく感じてるのに、ラミエは今まで私がやってきたことをご主人様が不自由なくできるようになったら、私も安心してここを離れることができます。やだ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 。安心して離れることができるなんて言わないでくれ。え、ご主人様。やだ、私はいろんな思いが供給で絡まる。ラミエと別れたくない。でも私らは種族が違う。お互いに進むべき道を進んでいかなければいけない。なるみおつ、私はバーチャル YouTuber だからラミエと同じ次元に立てるんで。ねえラミエちゃん、今度コラボ配信しようよ。ちょっと今から Twitter に DM で送るわ。だからラミエと別れなければいけないのが辛い。それなのに安心してだなんて言葉を使われたら嫌になっちゃうじゃないか。すみませんご主人様、私の配慮が足りずに。いや違う、ごめん、そうじゃないんだ。私は心のどこかで気づいてる。それは私のエゴだっていうことを。私がこんなにも苦しいんだから、ラミエも同じくらい苦しんでいてほしいと思ってしまってるんだ。まあ気持ちはわからなくもないよね。登録者数100万人以下はちょっとお願いしますよラミエさんそれはラミエの足を引っ張るような行為ではでいけないことだ。理性ではそう考えつつも、人間としての心は全く逆のことを思ってる。ご主人様、ね、ラミエが心配そうな顔をしてる。私が自分自身分からなくなってしまっていた。自分の心を大事にするべきか、理性を大事にするべきか、これはちょっと迷いどころですね。これは卓じゃないのか、結構。よし、心やろがよ、本当は心や。ここ宅だけど、ここ心じゃよ。ごめん、私はやっぱりラミエのことが好きみたいだ。言ってしまった。それは言っちゃダメです。それだけは分かってたはずだ。大天使様と出会ってからもラミエも辛そうにしてた。それでも弱音を吐かなかったのは、私に辛い思いをさせたくなかったからだ。その一言でラミエは自らの心に蓋をしてた。なのに私は、ご主人様はひどいです。ごめん。でも安心しました。うつむきかけていた顔を上げる。するとそこには大天使様もびっくり、優しい笑みがラミエの顔に浮かんでた。私のご主人様は私がいないとどこか危なっかしい人でしたから。ラミエ、私がそばにいて支えてあげないと、またいつかきっとダメになるような人でしたから。ああ、ラミエが頬に涙を流しながら両手を広げる。次の瞬間、私はラミエに抱き寄せられていた。ラミエ、ごめんラミエ、私は本当にダメな人間だ。今は謝らないでください。ただ黙って抱きしめられていてください。私の胸の高鳴りが落ち着くまで。ラミエ、ふくよ、まあいいだろう。ふくよかな胸に強く押し付けられる。こんな風にされたら喋りたくても喋れない。体の柔らかさ、匂い、そして何よりラミエの優しさを身をもって感じながら、いつまでもこの時間が続けばいいのにと心の底から願うのだった。ラミエ、ラミエと本気で言葉を交わしてから数日が経っていた。まずいよ、まだ来ちゃうよ。大天使様のお迎えは来てない。その時が来てしまうことを恐れながら生活してた。すみませんご主人様。はい。
今日は私、お店ではなくてお部屋にいてもよろしいでしょうか。これ帰ってきたら駆け置き残していなくなってるやつとかじゃないの？ラミエと一緒に作った朝ごはんを食べてる時のことだった。なんでそんなこと言うんだ？まさかラミエは私に内緒で。そうだよね、そうだよね、思うよね。洗濯物が溜まってますし、お風呂場のお掃除もしておきたいので。本当に？いつもの調子でそう言われる。それにホットアンドのため息をついてしまう。私はダメだな。ラミエと少しでも離れてしまうことにこんなに恐怖を抱いてしまってる。あんなに優しいラミエが私に隠れてそんなことするわけない。それは私が一番よくわかっているはずなのに。私が手伝わなくてもいいの？本来ならご主人様に教えながらやりたいところなんですけど、今日はご主人様もお忙しいですよね。ああ、まあ、今日までは私がやっておきます。ご主人様に教えるときはまた都合がつくときにでも。肉類に調味料、ティッシュ、トイレットペーパー、買い出すのはこんなもんかな。買い出したものをもう一度確認しながらトランクに乗せてく。忘れてるものがないことを確かめてからトランクを閉めた。その時頭上から何かがひらひら舞い落ちてきた。何これ、鳥の羽？ああ、信じられないくらい綺麗な羽だった。真っ白だ。あまりに白くてキラキラと輝いて見えてしまう。それにとても大きい。僕の手のサイズより、は？手のサイズより大きい。これが鳥のものならその鳥はかなり大型だろう。あ、類だろうか。でもこんな珍しい鳥がこんな都会の上空を飛んでるわけないよな。首をひねって考えていた次の瞬間、僕の手のひらにあった羽が光の粒子になって帰散した。え？猛禽類？目の前で起きた光景に目を見張った。何が起きたのか分からなかった。睡眠不足のせいで幻覚でも見たんだろう。あれ待てよ、どっかでこの現象を見たことあるような。これはラミエが僕の部屋に初めてやってきた時同じような光の粒子を放ってた。まさかラミエ？いても立ってもいられず運転席に慌てて乗り込んだ私は自分の店ではなくラミエのいる家に向かって車を飛ばした。え、でももう飛んでるってことだよね。ラミエのお主であるナルミが急いで車を…え、誰してんこれ。あ、お洗濯が終わったみたいですね。これその時のラミエ視点か。ラミエは洗濯機の中の洗濯物を取り出していく。洗濯物をベランダに干した後はお風呂場の掃除をしないといけない。あ、じゃあ本当に出ていくつもりはなかったのか。少しでもご主人様に喜んでもらえるように。うん、あー、いつまで経っても連絡をよこさないと思ったらそういうことになってたわけね。不意に聞こえてきた声に驚いてラミエが振り向く。ベランダの窓が開いてる。そこに白い外郭を身にまとった女がいた。美しいエメラルドグリーンの髪は一度見れば忘れない。大天使様、お迎え来ちゃったのか。やっほー新米ちゃん、迎えに来たよ。私を迎えに。回答。その言葉を聞いた瞬間、ラミエは心の中で嫌だと強く叫んでしまった。大天使様がおかしそうに笑ってる。ねえ新米ちゃん、心の声がダダ漏れだよ。そんなに私に読ませちゃっていいの？え？気づいてないようだから教えてあげる。今の新米ちゃん、すごく人間臭い匂いがする。私が人間臭い？うん、そのせいだと思うけど、私が特に力を行使してなくても新米ちゃんの思ってることが読めちゃうんだよね。どうしてこのタイミングなのか。連れて行くんならしっかりご主人様に挨拶をしていくべきなのに。やっぱひとときも離れちゃいけなかったんだ。だって新米ちゃん、彼の目の前でさよならって言えるの？それは言えないでしょ。だから諦めなよ。そんな、諦めるだなんて私には。忘れちゃいけないよ、私たちは天使で彼は人間なの。人間のそばに天使がいるのは天界の決まりに反する。私はご主人様のおそばにいてはいけない。そういうこと。いい加減目を覚ましなさい天塚ラミエ。天使と人間の恋なんてありえないの。お願い新米ちゃん、その気持ちに蓋をして忘れてちょうだい。私に同族に手をに同族を手にかけさせる気？それはすなわち存在の抹消を意味してた。大天使様に従わなければこの場で存在を消されてしまう。私はご主人様を諦めて天界の掟に従います。そう言おうとした瞬間、愛しいご主人様の顔が脳裏をよぎった。嘘。
その時私がいると一刻も猶予もない、そんな気がしてた。早くかけな、ラミエの元にかけなければ。ああ、会えるんだラミエ。ドアを開けてそのままの勢いで部屋の中に上がり込む。じゃあ、あの天使の羽は大天使様のものだったと。え、ご主人様。ラミエ、よかったよかった。ラミエ、安堵の息をつきそうになるが、その場にもう一人存在している彼女を見て息を張り詰める。やっほー人間、久しぶり。大天使様。わー、よく見るとラミエの足元には僕の洗濯物が散らばっていた。結構間に合うじゃねえか。ラミエは安心と不安の入り混じった妙な顔をしてそこに立っている。その様子を見て全てを理解した。ラミエを連れ戻しに来たんですか。そうだよ。なんでこんな急に僕に黙って連れ去るような真似をして。だってこの子、そうしないと君から離れられそうになかったんだもん。ごめんなさい、私がダメだったんです。なんか戦えそうな BGM だな。私が弱かったから、ご主人様への気持ちをどうにもできなかったから。そういうこと、理解した。まあでも君も分かってたんじゃない。展開の掟を守れなかった新米ちゃんも悪いけど、こうなってしまったのには君にも原因があるんだから。やっぱ私が魅力的すぎたせいで。確かにそうだ、大天使様の言うことは正しい。理解できたならそれでいいわ。じゃあそういうわけだから、私たちはもう行くから。嘘、やめて、そんな強引な。待ってください、私嫌です。そうです、強引は良くない。抵抗するラミエをものともせず、大天使様は羽をあらわにして羽ばたいていこうとする。私も同じ種族の子をこの手にかけたくないからさ。せっかくここまで来てくれた君には悪いけど、無理にでも連れてくね。いや、私、ご主人様。ラミエ。おや、これはどういうことかな。なに、ご主人様。あ、私が引き止めてること。何をしてるか分かってるのかな。君は今大天使である私に逆らってるんだよ。そんなこと知ってますよ。それでも私はこの手を離すつもりはない。私は今まで卑怯だった。ラミエに頼りっぱなしで迷惑ばかりかけてきた。ラミエは天使なんだから諦めるべきだと建前ばかり述べてきた。それが間違いだったことをようやく理解する。私はもう二度と自分の気持ちを偽らない。ご主人様、私はラミエのことが好きだ。ふーん、そんなこと言っちゃうんだ。ついに言いましたね。当たり前だ、何度でも言ってやる。私はラミエが好きだ。ラミエのいない生活なんて考えられないくらいに。だから私はこの手を離さない。私はラミエと一緒にいたい。つまり私たちに歯向かうってことでいいのかな。歯向かってやる。たとえ神様に言われたって私の気持ちは変わらない。私はラミエと一緒に生きていくんだ。ご主人様。言えたじゃねえか。そしてラミエが大天使様の手を振り払った。そのまま私の胸に飛び込んでくる。私も嫌です、ご主人様と離れ離れなんて。こんな思いを抱えて別れるなんてできません。そうだよ、聞けてよかった。愚かな決断だよ。だって新米ちゃん、私たちに従わなかったら消されるんだよ。そのことを忘れてない。ご主人様と別れるくらい。やだ、消されることを選びます。ならどっかで生きててくれよ。本気で言ってるの。本気です。今の私があるのはご主人様のおかげ。やだ、消されるのはちょっと。ご主人様にいただいたんです。ご主人様のために散るのなら本能です。やれやれ、まったく君たち本当に大バカだよ。なんかやられてる。大天使様が手をかざした瞬間、ラミエは突然もがき出して床に膝をついた。大丈夫か。ご主人様。苦悶の表情を浮かべながら私を安心させるために微笑もうとするラミエ。その様子に心を痛めるとともに、目の前にいる大天使様のことが憎くてしょうがなくなる。即落ちニコマみたいになってる。させない、ラミエは私が守るんだ。拳を振りかぶって大天使様に特攻する。けれど人間ではどうあがいたって私にかなわないよ。彼女が人睨みしただけで私の体は固まってしまい、動かせなくなってしまった。まるで強烈な麻痺毒にやられてしまったかのように、指の一本すら動かせない。そこで黙って見てなさい。やだ、やめてやめて。大天使である私に逆らうとどうなるかということを。力が吸い取られていく。
ラミエにかざしていた手が下ろされる。その瞬間、私の体を支配していた麻痺の力も失われた。崩れ落ちるラミエの元へ駆け寄り、その体を支える。ラミエ、ラミエ、ご主人様。何した今、しっかりするんだ。痛いところはないか。体がすごく重いです。それに苦しい。当たり前だよ、新米ちゃんの、当たり前だよ、新米ちゃんの天使の力は私が全部吸い取ったんだから。なんだって？じゃあラミエはいなくなってしまうのか。私の手のひらで消えてしまったあの羽のように消えてしまうっていうのか。すみません。やだ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 。やっぱりダメだったみたいです。やだ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 、そんなこと言うなよ。嘘だって言ってくれよ。すがすがしい表情するのやめて、本当にいなくなりそうだから。ラミエは力なく笑った。そんな笑顔見たくもなかった。いつものように元気な笑顔で、明日も明後日も私のことを迎えてほしかった。こいつが奪ったんだ、こいつが私からラミエを奪ったんだ。私とラミエが気づくはずだった幸せな時間を奪っていったんだ。ちょっと落ち着きなよ君、まるで私が悪者みたいに思わないでくれる。黙れ。怒るのは勝手だけど、私の話はちゃんと聞いといた方がいいと思うけどな。何何何、もしかしてなんか違う、意図が違う。天津から見え、お前は天界の掟を破り人間に恋をした罪人である。よって神に代行してお前に罰を与える。もう一度徳を積むのだ。まさか。はい。お前は VTuber、 そういえばこいつ VTuber だったわ。お前は VTuber として人々に愛され徳を積み天使となった。神もお前には期待していたが、どうやら見込み違いだったようだ。神には私から言っておく、天使になりたければもう一度徳を積むことだ。今度は人間としてな。それってつまり。まったく、何度も言わせないでくれるかな。じゃあラミエは。大天使も人懐っこい笑みを浮かべながら言う。新米ちゃんを人間にしてあげたから。人間にしてあげたの？あとは二人の好きなように生きればいいんじゃない？私が、人間になった？ラミエちゃん！天使としての力を失ったばっかりだから、今は体が重く感じるかもしれないけど、次第になれるはず。ちょっと待ってください。そんなことしていいんですか？何が？何がって。だってラミエは天界の掟に逆らったんだぞ。逆らった者はその存在が消されるって大帝様が言ってたじゃないか。お前マジふざけんなよ。それ嘘だから。え、それ嘘。あまりにも軽い感じでそう言われて、私もラミエもずっこけそうになった。は？だってそうでも言っておかないと、君たちの本気度がどの程度のものかわからないじゃん。あ、それを測ってたのね。なるほどね、テストしてたんだ。じゃあ大天使様は最初からこうなることを考えて、私とご主人様にあんなことをおっしゃったのですか？ごめん、鬼畜とか言って。大天使様マジ大天使。んなわけないでしょ。え、大天使がラミエの頭にチョップをかました。私は新米ちゃんを連れて行く気満々だったの。彼が諦めてくれることを狙ってたわけ。じゃあ私の意思次第だったんだ。私の方から諦めてやったんだから、幸せになんなかったら許さないからね。その言葉を残して彼女はベランダから大空へと羽ばたいていった。大天使様の羽が数枚部屋の中でもその一つを手に取って握りしめる。ええ話や。ありがとうございます大天使様。大天使。大天使様が去ってから、私はラミエの肩を支えながら立ち上がった。大丈夫？まだ体重い？いえ、もうだいぶ楽になりました。めっちゃ積んでるやん。でも、ラミエ、私本当に人間になったんですね。そうだよ。あのご主人様、はい、一つお願いをしてもよろしいでしょうか。何ですか？私にできることなら何でもするよ。私を抱きしめていただけないでしょうか。抱くってことですか？まだ不安なんです。だから安心させてほしいんです。ダメでしょうか？なんてけなげな。断る理由なんてどこにもない。ラミエの体を支えてる腕に力を込める。あらー、ちょっと誰この横顔のイケメンは。こいつ誰、みんなこんな感じだったんですか？
何も言わず抱きしめると、ラミエは少し驚いたような仕草を見せた。いきなり抱きしめるなんて。ごめん、ダメだった。ドキドキしすぎて、心臓がいくつあっても足りなくなってしまいそうです。ラミエの体は柔らかくて温かい。この腕の中にある感触は確かなものだ。これからはずっと一緒だ。そう思うと腕に入る力も自然に強くなる。ご主人様、苦しいです。ラミエちゃん、もう少し優しくした方がいい。やかましい。いえ、これくらいがちょうどいいかもしれません。うん。すごく愛されている気がします。ラミエと至近距離。皆様、速報があります。セカンドキス、ラミエさんとのセカンドキス、またもやラミエさんは舌を入れてきて、それなりの音が鳴ったその瞬間に、YouTube からがぐるぐると、し始めたらしいです。皆様、速報でございます。やはりね、現在エニカラスタジオから、放送をお届けしております。これでぐるぐる鳴るってことは多分、お家の環境ではないんだろうなということがここで分かって、いや、非常に勉強になりましたね。とっても勉強になりました。最初はお互いの唇の柔らかさを確かめるように優しくついばむ。うん、あ、今の1段階目だったのか。多分まだ段階があるんだな、これ。長い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 ねそれなりの時間かけますね、やっぱり。ちょっと大丈夫かな、これなんかね。みんな刺激強くないかな、大丈夫かな。ちょっとテキストを進めるよ。ご主人様、ガチのやつやめてもらっていいですか。月の実と心の五七五、もう本当にこんなに濃厚にキスを交わしていても切なさは消えない。もっともっと相手のことが欲しくなって心まだ続ける気だ。こいつまだ続ける気だ。限界突破する気だ。ラミエもきっと同じ気持ちなんだろう。おい、続けるぞ。見ろ、現実を直視しろ。止まんねえぞ、俺らマジ止まんねえからな。見ろよ、見るんだよ。ご主人様のキス気持ちいいです。ラミエちゃん YouTube が逆に興奮してきたのって言ってる。ラミエの顔すごくとろけてる。いや、そういうこと言わないでください。恥ずかしいです。これまだ見てて大丈夫なやつ。もっとラミエの恥ずかしがってる顔が見たい。そんなのダメです。ダメって言ってるのに。あ、ちょっと、多いよ、投げよ。これじゃいいよ。ちょっと待って、ヒートアップしてる。第2波来ました。皆さん、とても幸せだった。未来に怯えることなく大好きなラミエとこうして求め合うことができるなんてちょっと前までは考えられなかった。みんな待ってください。本当に大丈夫。みんなこれはね、見て大丈夫なやつ。なぜならこれはスイッチさんから正式に売り出されている全年齢向けのソフトでありですね。私も愛してるよ、ラミエ。
僕らは時間を忘れてこの幸せをかみしめるように求め合い続けるのだった。さーて、皆様、 VTuber 天塚ラミエ、VTuber メイドラミエ、見ていただき誠にありがとうございました。いや、いいゲームでしたね、本当にね。はい、あの皆様ですね、あのぜひこのお話の続きが、もし見たければ、個人的にねゲームを買っていただいて、そして、Steam に売り出されている、パッチをね、パッチかっこイミシンを買って続きの方をプレイさせていただくことを、はい、今のねディレクターズカット版だっていうことなので、非常に、とてもいいゲームでしたね。